西ギリシャ地地方にある都市でその周辺地域を含む基礎自治体エトリア・アカルナニア県の県とで、県内で第二の人口を持つ都市である。ギリシャ独立戦争時の古事からヒエラポリス・メソロンギウと称される。また、ミソロンギの名でも知られる。メソロンギの町はアヘロース川とエビノス川の間にあり、パトラ湾に港を持っている。 主な貿易品には魚やワイン、タバコなどがある。街の北東にはアラキントス山脈が走っている。ペラデメソロンギの町はベネツィア人のパルタという人物が表したレパントの海戦について書かれた文章の中で初めて触れられる。メソロンギという名称はおそらくイタリア語の2つの単語から来たという説が有力でありメッツトラギで湖の真ん中もしくは メソトラギで湖に囲まれた場所から来たとされている。1700年まではベネツィア共和国がこの地を支配していたからである。当時メソロンギの住民はほとんどが漁師であり、固定に支柱を立てた上に防水加工が施された藁と圧紙で作られたペラデという小屋に居住していた。メソロンギの北西にはホメロスの女子詩で描かれている都市であるプレウロンの遺跡がある。 プレウロンはトロイ出兵に参加し、紀元前234年にアイトリアのデメトリオスに破壊された都市であった。かつては30の塔と7つの門を持つ城壁があったが、今でも円形劇場と貯水槽の跡などが残存している。メソロンギの方位1770年のオールロフの反乱では、メソロンギ艦隊は敗北し、町はオスマン帝国に占領された。また、 1821年5月20日には、メソロンギがオスマン帝国に反逆し、ギリシャ独立戦争の間、町はギリシャ人反乱軍にとっての主要な要塞となった。1822年には、オスマン帝国軍に町は包囲されたが、守り切ることに成功した。しかし1825年4月15日には、3万人を率いたレシドメフメトパッシャと、 ムハンマド・アリーの息子で1万人を率いたイブラヒム・パシャによって2度目の包囲が開始された。1年間の包囲の末、飢餓に直面するようになったために、1826年4月10日夜にメソロンギ市民は包囲された町から脱出することを試みた。その時、メソロンギ市民は1万500人であり、その中で装備したものはわずか3500人であった。しかし計画は密告され、 脱出に成功できた者はほとんどいなかった。メソロンギ市民のこの英雄的姿勢とその後のトルコエジプト連合軍によるメソロンギ市民の虐殺を考慮して後にメソロンギの街はヒエラポリスという名誉的な称号を授与された。イギリスの有名な詩人で親ギリシア的であったジョージ・ゴードン・バイロンはギリシャ人反乱軍を支援したが1824年に メソロンギの地で亡くなった。現在町には彼の心臓が収められた遺霊碑と彼の彫像が安置されている。メソロンギ市西部の町並みメソロンギの町は町並みが絵のように美しいだけでなく都市計画がされており都市機能を兼ね備えた現代的な都市である。一方で伝統的な建築様式で作られた興味深い建築物もいくつか残されていて、 現代ギリシャ史に関係するような人物も住んでいたことが多い。1960年代にはメソロンギ市内を通る国道5号線が建設された。かつてはアグリニオとを結ぶ鉄道の駅が町にあったが、1970年代に廃止された。ありがとうございます。